の、やってみた、初心者の、盆栽剪定、です。お聞きのように、音声を、つけるようにしました。最後まで、ゆっくりしていってね。この動画は、初心者の私が、盆栽を勉強しながら、実際にチャレンジする動画です。前半は、調べたポイントをまとめ、後半は、実践動画となっています。足りない点や、間違ってる場所がありましたら、ぜひ、ご指導ください。頑張って、健康的でかっこいい盆栽に、仕立てていきたいと思います。それでは、今回の、お題。メツミ。この動画でわかること。1、メツミとは。2、なぜメツミするの。3、いつメツミするの。4、メツミ4つのポイント。5、やってみようメツミ。1、メツミとは。枝先から伸びる。新芽、一番芽を摘むこと、緑摘みとも言う。2、なぜメツミするの。枝を間延びさせず、芽の強さと数を均一化するため。新芽をそのままにしていると、枝が間延びし、葉も長くなってしまう。強い新芽を摘むことで、葉の短い細かい枝を増やすことができる。3、いつ芽摘みするの？4月から5月頃、新芽が伸び、ややほころんでくる頃。一度に全部を行うのではなく、伸びてきた芽から順に行う。4、芽摘み4つのポイント。ポイント1、手で摘む。ポイント2、強い芽を摘む。ポイント3、芽が1本の場合。ポイント4、芽が複数ある場合。ポイント1、手で摘む。指で摘むと、自然な切り口になる。柔らかいので、簡単に摘むことができる。松ヤニが手につくので、薄手のゴム手袋を、するのがおすすめ。ポイント2、強い芽を摘む。強く長い芽を摘むことで、全体の力を平均化し、下枝や懐枝を維持する。短い芽は、そのままにしておく。ポイント3、芽が1本の場合。強い芽が1本だけ伸びている枝は、2分の1から3分の1のところで摘み取る。軽く爪を立てて、へし折るイメージ。ポイント4、芽が複数ある場合。日本の場合は、短い芽の長さに揃えて、長い芽を摘み取る。3本の場合は、真ん中の長い芽を、根元から摘み取る。4本以上の場合は、向きの良い、弱い芽を2つ残して、あとは根元から摘み取る。お、やってみよう、芽摘み。それでは実際に、芽摘み、押してみましょう。それでは、始めます。今回は、黒松の芽摘みです。枝先の芽が、だいぶ伸びてきました。芽の大きいところと小さいところがあるので、今回は、大きいところだけ摘んでいきます。人生初なので、ドキドキしています。
一番伸びている、ここから。記念すべき、初めての松目摘みです。思っていたより硬いかな。ちょっと力を入れて。取れました。というか、爪でちぎった感じ。育ちすぎたアスパラのようでした。次に行きましょう。半圏外にしているので、向きが逆ですが、この辺りは、木の上にあった部分なので、目が強く大きいです。今度はうまく取れました。こちらの方にも、大きいのがあります。目の3分の1ぐらい残すように、と。慣れてきました。こんな感じでしょうか。あとはこの辺に中ぐらいの芽がありますが、もう少し様子を見ようと思います。この辺りの芽はとても小さいので、芽摘みはしない予定です。この辺りも、とても小さいです。早く大きくなってくれると、嬉しいです。以上で完成です。木が若いからか、どれも新芽が一本でした。二つずつぐらい出てくれると嬉しいので、肥料を多めに与えておきます。次回は、葉刈りをする予定です。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。